はい。今回は、モンゴル800、えー、ギマタカシの脱退理由と、まあ、現在という内容について調べてお伝えしていこうと思います。まあ、こちらの件ですね、まあ、有名な話でもあるので、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、えー、まあ、この、まあ、ギマタカシさんの件、脱退理由とですね、 まああの現在あるいはですねこのまあモンゴル800っていう、まあ、モンパチに関して、えー、まあ気になるところを一つずつお伝えしていこうと思いますので、えー、まあ何かしらご参考になっていただけるものが、えー、あればと思います。まずですね、えー、この モンゴル800、まあ、モンパチって言われてる、まあ、この人気音楽グループなんですが、この <laughs> モンパチの初期メンバーということなんですが、えー、よくこのモンゴル800、モンパチっていうのは3人で、えー、されてるとあの思われがちなんですが、もともとの初期メンバーは4人だったっていうことが、えー、分かってるんですねで。その4人のうちの1人が脱退したと、で残りが3人になりまして、一、えーまあ、人,人が植津、えー、清作さんという方、で2人がですね、 高里里里さんという方はで3人目がこの木間隆さんというこの3人でね活動している、まあ、モンゴル800モンパチですあの有名な歌でね小さな恋の歌っていう歌がありますが、まあ、僕はあの結構いい歌だなと思ってたまに今でも聞くんですよ、まあ、リスナー様でも聴く方いらっしゃるかと思うんですが、まあ、その,あの、まあ、モンパチのギターを担当されていたのがこの木間隆さんっていうことなんですねでこの木間隆さんっていう方があ、まあ、モンパチを辞める脱退するっていうような ことなんですがこれっていうのはあの正式にあの発表されていることなんですよ。されているっていうか、されていることなんですよ。で、この、まあ、儀末隆さんっていうのは、なんでこのモンパチを、まあ、脱退したのかと、まあ、そういったようなことについてね、えー、まあ,あ、のこの、分かっていることがあるんで、でよく、あの、調子が悪いのかみたいなことを言われるんですが、別に調子が悪いわけではないんですよね。こ、えー、このの <laughs> さんはですねこのまあ,あ まあ、モンゴル800の活動をして、えーまあ、<coughs> バンド20周年のところかなでその後も25年30年と、えー、活動していこうとは、まあ、思ったということなんですが、まあ、このモンパチの音楽活動をしている中にさまざまなものを、えーまあ、思ったと、まあそ,のまあ、それがまあ人間性だったり音楽性だったり感覚だったり感性のズレだったりメンバー内で、えー、そういったことがあったと。でこのずっとですね まあ、ず,ずっととっいうか、まあ、この儀間隆さんは、まあど、どうなんですかね、10年以上前から、このモンパチを辞めたいっていうようなことを常に思っていて、えまあ、メンバー内でえ話し合っていたようなんですが、このメンバー内で説得されて、えまあ、あその説得に応じて何かが変わるかもしれないと思って、えまあ、活動していたけど、まあ、状況が変わらなかったとで、まあ、そういったことをおっしゃっていると。でただあのずっとこのの隆さんっていうのは音楽をやりり続ける限り、まあ でね、まあお客さんに、えー、まあ、あ喜んでもらいたい楽しんでもらいたいとあのそういう思いでずっとやっていたっていうまあそういったことなんですよだからまあなんていうのかなうん 考えの違い、えーまあ、そ,のそういうことをおっしゃってて、まあ、この木、ね、代、えー、作と冊子、まあ、には感謝してるし、まあ、あ申し訳なく思ってますっていうようなことを言ってる,言ってるんですよねで。別に音楽が嫌いになったわけでもないし、えー、これからも音楽していきますっていうことを、えーまあ、2019年の7月3日に、まあ、公式にこの儀間隆さんが言ったっていうこと。だからこの儀間,間隆さんが辞めた理由っていうのはあのモンパチを脱退した理由っていう のは音楽の方向性、あるいは考え方のズレで、その中でまあ、メンバー内で、えー、幾度と話し合いを重ねたんですが。 状況が変わらないっていうことで、えー、まあ、ギマさんがそれを、えーまあ、悩んだ末に、えー、モンゴル800を、まあ、脱退したと、まあ、そういったことです。まあ、結構ね、えー、ファンの方たちの間では、まあ、思うことがいろいろあって、まあ、悲しいなと思う、そういった内容なんですが、まあ、こういったことですっていうことで。で、えー、この <laughs>、あの、ギマ隆さんっていうのはですね、まあ、ルックスがいいっていうこともあ,のあると思うんですが、 ああのまあ、いろんなことが思われる方なんですが実はこの儀高隆さんという人はですね結婚してるのかとかっていう噂があるんですがちょっとそれを調べてみたんですよただどこにもですね結婚しているっていう情報がないので、えー、はっきりとわからないんででまあ、あいろんなものを見るとどこにもその結婚したっていうことがないことからまあ独身なんじゃないかなとまあ僕は思いますということで,でこの儀高隆さんとはルックスがいいんでねとてもファンの方から支持されているんで、まあ、この方は結婚したのかなどうかなっていうのがよく 噂レベルで、出るんですがおそらく独身だと思いますで、えー、この、<laughs> まあ、モンゴル800、モンパチの、まあ、現在っていうことなんですが、先ほど言いましたが、えー、モンパチね、えー、上月洋作さんと高里聡さんの2人と、あと,あとはですね、えー、この、<laughs> あの、 ギ,ギ,マギマさんがまあどうしているかということなんですがこのモンパチ、ね、は2人で、えー、上月清作さんと高里聡さんで2人であの沖縄で音楽活動しているということが分かっていますでギマ高橋さんもモンパチを辞めましたが一、まあ、人で音楽活動されているということが分かってるんであの3人、えー、ですね、まあ、音楽の世界で活動されているということが分かってますだからあの、まあ、このモンパチっていうのは僕もそうですがファンの方が多い、えー、まあ,あ 音楽グループということで、こちら2人で活動しているし、えー、まあ、た <laughs> か隆さんも一人で音楽活動されているということで、ちょっとですね、この、まあ、この、なんていうのかな、有名な音楽グループの方が、まあ、脱退したとか、まあ、そういった話には関心を持たれる方がいらっしゃるかと思いましたので、今回はこのモン、モンゴル800の、まあ、あの、 に、ぎまたかしさんの、ま、だった理由と、まあ、その後の現在っていうところで分かる限り、えー、調べてお伝えしてみました。何かしら一つでもご参考になっていただける点があれば、何よりです。ということで、えー、今回のコンテンツここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。